はい、皆さんこんにちは、ワンダリング龍一です。今回は戦国無双真田丸第10章家族小田原征伐の方をプレイしていきたいと思います。では早速シナリオの方を見ていただきたいと思います。彼の前に立ちはだかる最後の難敵こそ東国の雄北条であった。秀吉は北条に上洛を促すも北条はそれを拒否。示された明確な反抗の意に秀吉は北条征伐を決意する。太平の世を実現するためには避けては通れぬ大戦、真田家もまた否応なしに巻き込まれようとしていた。天正17年、長き乱世の終わりは刻一刻と近づいていた。雪村、一度国元へ帰ってくれるか。は。どういうことですか。東国がどうにも収まらん。万一に備えて正幸殿の助けになってやってほしいんさ。北条との戦は避けられぬと。されど北条も上洛を承諾したのでは。そうですよ。そのために真田から沼田まで差し出させておいて。茶茶様、事実でしょう。それが何のかんの言い訳をして上洛戦。沼田のあたりも相変わらずきな臭いようじゃ。情けない。関白のご意向とはその程度ですか。茶茶様、お言葉が過ぎます。いや、まっことちゃちゃの申す通り、面目ない。おやめください秀吉様。承知しました。上田に戻り万一に備えます。頼む。三成にはわしから言うておく。異彩は正幸殿に任せるゆえよしなにな。はい、急ぎ出立いたします。ちゃちゃ様、されば。しばしおいとまをいただきます。いや、茶茶様本当に凛としてて綺麗だな。上から目線の感じも結構好きなんですよね。それは楽しみにしております。くれぐれもつまらぬ無駄死にはせぬように。良いですね。はっ。ここから上田のパートになりますね。北条め、やりおったぞ。沼田城主の猪俣国宣が名古屋城を攻めた。なんと。それでは名古屋城はすでに落ちた。バカな連中だ。自ら豊臣に攻める口実を作ってやったようなものよ。ほどなく陣ぶれとなろう。出陣の用意を怠るな、雪村。はっ。異彩は父上に任せたと秀吉様はおっしゃっていた。北条が名古屋を攻めたのも、あるいは父上が。考えてもせんなきこと。今は戦の準備をしなくては。国宣め、早まった真似をしてくれたものじゃ。いやー、いやらしいのは貝姫のおっぱいの方なんじゃないかなって思うんですけどね。どう見てもこれで戦は避けられないでしょうね。やむを得ません。まあ貝姫は実際にはこの小田原の戦い、小田原征伐、小田原の駅の後、秀吉の側室になった説が有力らしいですからね。まあさぞ綺麗だったんでしょうけど、まあそれにしても無双に出てくる女子のキャラがみんな個性的ですごく可愛く綺麗ですよね。いやー、こんな世界があったら羨ましいんだけどな。さあ、じゃあここから実際の小田原の征伐戦ですね。
全部で4回戦になります。松井田城の戦い、八幡城の戦い、八王子城の戦い、そして忍城の戦いの、4連戦になります。でアクションパートを含めてですね、戦国無双に関しては、プレート実況ですね、今僕の話している声は別撮りにさせていただいていますので、ちょっとその点はご了承いただければと思います。あと実際のアクションパートについてはですね、途中はカットさせていただいてますので、そのあたりもご了承いただければと思います。ルックスで言うと今片割れに見えてる稲姫よりもチャチャ様とか貝姫とかの方が好きかな。お前もな、ちょっとたらこ唇な感じですよね稲姫は。久しいな。はい父上、雪村殿、どうかよろしくお願いいたします。雪村で結構ですよ姉上。はい雪村父上、こたびは先人の端に加えていただき、戦場でも凛とした花のようであったが、こうして改めて対面するとなお可憐であるな信行。え、父上恐れ入ります。信行は下方者よ、どうかよろしく頼む。よろしくお願いいたします姉上。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。うちの殿様、お世辞とか言えたんだ。正幸様は口八丁だもん。でもまあ信幸様が奥さん迎えて嬉しいのは本当じゃない？徳川の重臣の娘でも？まあそれが家族ってもんでしょ。へえ。それにしてもうちのな、うん、あ、なんか言った？別に。ではアクションパートに入っていきます。松井田城の攻防戦になります。でプレイアブル武将に関しては、正幸と信幸、この2人になります。正幸も信幸もすごく使いやすい癖のない武将になっているので、すんなりとスムーズに進行はできましたね。倉庫が荒空きじゃん、潰し放題だね。で最後は大道寺正成を撃破するというシーンになります。ここはタコ殴り的な感じにはなってますが、正幸信幸のプレイになりました。わしはどうなってもよい、この孫の命だけは助けてもらえぬか。城外にはまだ敵がいるはず、雪村様には近づかせない。先輩、ちなら今のうちだよサスケ君。それが賢いとは思うんだけどね。まあそういう意味じゃあんたも賢くないからにゃ。はあ、あんたに言われたくないんだけど。
悪い子捕まえた。あんた何してんだよ。雪村様。二人とも無事か。はい、雪村様こそ。おけがは。何やってんだって言ってんだろ。サスケ、あんたを落ち延びさせるために俺らは残って戦ったんだ。それをのこのこあんたが戻ってきてどうすんだよ。台無しだ。バカじゃねえのか。ちょっとあんた落ち着きなよ。そなたの教授を傷つけるような真似をしてしまったのなら謝る。だからそんなんじゃ。だがそなたたちを捨て石にして逃げるようなことも私にはできない。許せ。何言ってんだ。手下のために命かけるってのかよ。ほんとバカなんじゃ。手下ではない。はあ？そなたたちも家族と同じだ。家族を見殺しになど断じてせぬ。雪村様。では続いて八形城になります。ここも正幸と信幸を使ってのプレイになります。信玄さえ落とせなんだこの八形城ぞ。寄せ集めの軍など相手にならぬわ。確かに城の守りは固い。力攻めが不足。敵の士気を下げて降伏させるべきだろう。この戦場を小田原の連中は分かっているか。さて次はどこを落とすか。兄上、姉上、お許しを。我らの城守り抜けなんだ。北条は未だ徹底抗戦の構えを崩さぬか。小田原城が落ちるはずがないという考えなのでしょうか。小田原城は落ちずとも兵と民は死に続ける。関東の守護は聞いて呆れる。北条の抵抗ももうじき終わる。利家殿、どういうことだ。次の戦は値切りにする。それは抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず値返しだ。そして北条の士気をくじくと。そういうことだ。それは秀吉様のご命令か。
俺の一存で決めたことだ。戦を終わらせるにはこれしかねえ。従ってもらうぞ、正幸。父上。承知した。続いてのアクションパートが八王子城攻めになります。抵抗する者は容赦しない。ここも正幸と信幸でのプレイになります。誰かで構わず値段した。闇夜で敵の布陣は読めんが、構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。圧倒的な力を見せつけるのがこたびの目的。横地様、敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げくだされ。開門。すまれ、必ず八王子に援軍を連れてまいるぞ。勝利条件変更。戦は終わりだ、トシエ。槍を下ろせ。ああ、そうだな。これで戦は終わる。トシエ殿、父上、本陣より使いが参りました。北条方の士気は目に見えて下がっているとのこと。寝返りも多く出ていよう。北条は中から崩れる。武田と同じようにな。はい、おっしゃる通りです。これで間もなく戦は終わる。太平は目の前だ。ご苦労だったな、正幸、信幸。ああ。は、利家殿は己の一存とおっしゃいましたが、本当は秀吉様のお指図があったのでは。言うな。利家の心意気が無意になる。はい。天下のために知恵を使ってくれ。わしは秀吉様にそう言われておった。それがどうだ。利家一人に泥をかぶらせてこの始末。秀吉様もさぞ落胆されておろう。されど、これで戦は終わります。太平の世を一日も早く築くためには、これもやむを得ない犠牲であったと申すか。今日の犠牲に報いるため太平をか。どこかで聞いたようなセリフだな。父上。つまらぬ。それではつまらぬのだ。わしは。最後、4連戦の最後の戦いは忍城城の戦いになります。いよいよ海姫との戦いですね。まあ、海姫はね、もう非常にやらしいコスチュームしてますからね。まあ、忍城攻めの時には石田三成がね、首相を務めたとも言われてますけど、三つ攻めを行って、今でも石田包と呼ばれる、まあなんていうのかな、その三つ攻めの際に使った包みみたいなものが、なんていうのかな、残っているというか、その
名残みたいなものが少しあるみたいですね。僕自身はちょっと行ったことはないんですけど、戦国時代が好きなものの一人としてはそういったところを巡ってみるっていうのもいいかなと思いますけどね。地形を見ろ。川を利用すれば水攻めは絶やすい。なるほど。水攻めといえば秀吉様が備中高松城攻めにて。そうだ、水に沈めば奴らもすぐに根を上げる。そうすれば、そううまくいけばいいのですけど。これはチャチャ様、なぜこちらに。秀吉様に呼んでいただきました。大阪で待っているなど退屈ですから。何をおっしゃっているのです。危のうございますぞ。さよう。物見遊山で戦場に顔を出されては迷惑千万です。無論遊びに来たわけではありません。私も戦います。チャチャ様。雪村、チャチャ様はご乱心だ。早々にお引き取り願い。私は秀吉様のお許しを得てきています。ならばお好きになさるがよ。チャチャ様、秀吉様は本当にそんな危険なことを。ええ、雪村を応援してやるようにと使者の役をいただきました。それは戦に出ようということではないのでは。八王子城の件を聞いていますか。はい、凄惨な戦であったと。そのようですね。さすがの真田昌幸も気が塞いでいるようです。父が。チャチャ様、もしやそのことを私に知らせようと。本当に嫌な戦、さっさと終わらせてしまいましょう。はい、全力を尽くします。チャチャ様もどうかご無理をなさいませんよ。自分の弟子の腕が信じられないのですか。チャチャ様。さらに援軍が来たか。こんな小城に大行なことだね。どんな大軍だろうと私たちが勝つ。誰が相手でも負けられるもんか。宇治政様の言った通り、力ずくで全部支配しようとする連中に屈したりしない。八王子城のみんな、敵は必ず撃つよ。絶対負けない。ではアクションパートに入っていきます。このアクションパートではチャチャ様とサスケがプレイアブルになっています。でサスケは何度か使って、まあわりかしノーマルな癖のない武将にはなってるんですけども、チャチャ様に関しては特に無双奥義がなんていうかな、武将に当てづらい、特定の武将だけに当てるっていうのが少し難しいかなと思うので、うまくその無双を当てていかないと武将の、ね、ダメージが削れないかなというところにはなりますね。最後は推し城城主城代だったのかな、この時は成田長近を撃破していきます。の戦いだとノボーの城とかね、映画ありましたよね。僕も飛行機の中で見たことあるんですけど、その戦国時代を中心に描いた映画とかって意外と少なかったりするんで、まあ、貴重ですよね。なんかおすすめの戦国時代をモチーフというか戦国時代がテーマの映画とかあればぜひぜひ教えてください。随分手こずったようだな。父上。援軍はもう無用でございますぞ。援軍ではない。今日のわしは使い番よ。
本陣からの使者、もしかして小田原城が落ちたぞ。なんと、もはやこれまでか。無念でございます父上。これ以上関東の民を犠牲にはできぬ。我らの意地を知ったからには、秀吉も無体な真似はすまい。わしが席を追って収まるならそれでよい。姉上、甲斐、どうか無事で。どうせ下るなら早々に頭を下げておけば、無駄な戦などせずに済んだもの。父上、そのおっしゃりようは。意地を通せば満足というのなら、確かに安い心意気です。茶茶様、私は本陣に戻ります。ご苦労に存ぜ。雪村、友はせよ。はっ。されば三成殿、父上失礼いたします。ご苦労であったな、三成殿。何がだ、城一つ落とせぬうちに本戦は終わってしまった。秀吉様の真似事で功を稼ごうとしたくせに大失敗。とんだ役立たずだ。笑いに来たのなら笑え。確かに褒められた戦ぶりではないな。だがお前が秀吉様に習ったのは策ではあるまい。何？人死にを少なくしたいという心だ。故に水攻めにこだわり、力攻めを避けた。下手な戦ではあったが、わしのやったつまらぬ戦よりはよほどよい。何のことだ？それに今も功がないのを悔やむのではなく、秀吉様の役に立てなかったことを不甲斐なく思っている。そういうバカ者は嫌いではない。意外だな、あんた。そうだな、つまらぬことをしゃべりすぎた。ではわしも本陣に戻る。せいぜい気張れ、坊主。だから誰が坊主だ。天下統一、乱世の終わりをこの目で見られようとは。戦のない太平の世が訪れた、そう思ってよいのでしょうか、兄上。ああ、そうだな、雪村。兄上。我が父がいる限り天下が治まるものか。秀忠様。兄上、こちらの方は。家康様の嫡男、秀忠様だ。秀忠様、弟の雪村でございます。知っておるよ、徳川を散々苦しめた真田兄弟の名ぐらいはな。恐れ入ります、秀忠殿。先ほどおっしゃっていた意味は。雪村。しかし。言葉通りよ、天下を狙う最大の敵が残っていて、どうして太平の世が訪れようか。秀忠様、あまり不用意なことをおっしゃっては。天下を狙う家康殿は。当然だろう。なぜ秀吉が親父殿に関東異邦を命じたと思う。嘘伝来の地から徳川を引き剥がすためだ。形の上では数おるが、関東の荒れ地などあてがわれたところで。つまりそれだけ秀吉様は家康殿を恐れていると。雪村。
そういうことだ。黙って違法を受け入れた親父殿の進呈は分からぬが、このままでは済まぬだろうよ。困ったお方だ。兄上、今のお話は。話半分に聞いておけと言いたいところだが、まだ楽観はできないだろうな。はい。ショウ、今の話マジ？家康様は豊臣を攻める気なの？我らが知る必要はない。影はただ命を受けて任を果たすの。もう真田を探る必要もないかと思ったけど、そういうことならまだいた方がいいかもね。というところで、第10章、何言ってんだよ師匠。小田原征伐の方がこれで終わりになっていきます。なんだよ。重ねて申し渡す。任に私情を交えるな。分かってるって。そんなのお仕事頑張りますよ。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。